マニピュレーターは多義語であり、複数の分野で全く異なる語義になる。本校では、工学における語義とそこから派生した語義、音楽における語義、心理学における語義について順に解説していく。マニピュレーターは語気。工学分野では、手で操縦することを意味する。マニピュレート、マニピュレーションする人や、機械などで作業を実行する部分を言う。マニピュレーター、 マニプレータと表記する。ロボットの腕や手に当たる部分を指し、実験室等における放射性物質の遠隔取り扱いなど、抗議の産業用ロボットの分野で使われる。人型ロボットの場合は、人間と同じく、アームと表現される。またロボットを操作する人間は通常、オペレータと呼ばれる。なお、足で操作する同等のペディピュレーターは未だに現れていないが、 これは手に比べて足は細かい操作ができないことに原因すると思われる。電気通信の分野では自動電源で符号を打ち出すパドルを指す言葉としても使われる。マジックハンドは和製英語 EN マジックハンド。英語ではこのような手の届かないところにあるものを取るための道具はリーチャーと呼ぶ。また遠くにあるものを掴む道具という意味でレイジートングとも言う。 クリップマジックハンドを使って焼きたてのパンを盗もうとしているば一金万。この悪役はマジックハンドを頻繁に使う。自作のメカには腕の部分が蛇腹になっていて自在に動くマニピュレーターを装備して攻撃に使ったりする。古い記録としては応用科学者で東京大学教授の祖父江博士が1957年に表した現代の科学の中で マジックハンドの通称で馴染みになったマニピュレーターをはじめとする遠隔操作、制御の技術はと記している。業務用工具のほか、玩具もある。1966年に任天堂からパンタグラフ式のマジックハンドがウルトラハンドの商品名で発売され、大ヒットした。当時の子供はこのような道具のあることをウルトラハンドによって知った。ブームの頃は、 漫画やテレビのお笑い番組などでもよく使われるアイテムになっていた。また、1990年代になると、タレントの高八郎が、テレビ出演などの際に、玩具のマジックハンドを常に持ち歩いたことにより、以前とは異なる層にもマジックハンドなるものが知られることとなった。柄が伸縮式のものもある。日本では使用者として、鉄道駅駅員が真っ先にイメージできる。 トリガー式のマジックハンドがある。これは製造販売業者が落下物習得用工具と総称する機能が異なる3種類の工具のうちの1種類、商品名でつかみたいとか挟みたいなどと呼んでいるものである。そして鉄道業界では同じものを安全習得機と呼んでいる。これがないことにはプラットフォームに落下したものを拾い上げるのに、 列車の運行を止めて線路に降りなければならず、ダイアグラムに大きな影響が出る。落下物習得予告具は何も鉄道関係者だけが使うようなものではなく、工事従事者に広く使われている。例えば人間が回収し難い教助や深い穴に物が落ちた場合や人間が入り込めない教ところで何かを一時的に固定しておく作業が必要な場合などでの使用が考えられる。 内視鏡手術用の監視には、マジックハンドのような動きをするものもある。音楽の分野では、電子音楽の用語であり、コンピューター、ミュージックシーケンサー、シンセサイザーなどといった、電子機器を用いて、プログラミングされた音色そのものや楽曲を作り上げる、ミュージシャンを言う。サウンドクリエイター、シンセサイザープログラマー、シンセプログラマーとも言う。楽器や機材についての知識や、 操作技術に加えて音楽の基礎知識や音楽的センスも求められる。レコーディングスタジオやコンサートの現場でミュージシャンの裏方として活動するのが通例ではあるが、自らステージに立ってライブパフォーマンスを行うマニピュレーターもいる。日本における代表的マニピュレーターとしてはイエローマジックオーケストラの4人目のメンバーと呼ばれた松竹秀樹や 再結成ライブに登場したゴーホトダなどを挙げることができる。心理学においてはマインドコントロールを促すもののことを言う。ありがとうございます。